新規オープンしたインド人カレー屋。大型ショッピングセンターのフードコートにインド人が店員の本格カレー屋が新規オープンしてた。だけどカレー注文する客が誰もいなくて、開店初日から店員みんなしょぼんな顔してた。俺、そういうしんみりした空気が苦手なもんだから、試しに注文してみたら、満面の笑顔でカレー出してくれた。それで家族全員でカレー食べてたんだけど、俺らを見て食べたくなったのか、カレー注文する客がパラパラ出てきた。なんやいたりで調理に数分かかるから、店の前に少し列ができてた。かなり美味しかったからおかわりしたくて、もう一食注文しに行ったら、店員みんな大喜び。受け取り待ちで並んでる客すっ飛ばして店長らしきインド人がカレー出してくれた。その時のみんなの嬉しそうな笑顔でこっちも嬉しくなった。それ以来そこのショッピングセンター行くたびにカレー食べてる。新規オープンから早数年、レジの兄ちゃんの日本語上達具合が見れて嬉しい今日この頃。買ったら飲むルール。ロシアで飲み会があったんだよ。簡単なゲームして勝敗で一杯なんてことするわけだが、飲むのがズブロッカだったりするんだ。めちゃ強い酒ね。で、俺いきなり負けちゃったわけよ。そしたら勝った方が嬉しそうにグイッと飲むわけ。全く想像つかなかったんだけど、向こうじゃゲームに勝って一杯だったんだ。ゲームに負けるのは簡単だったからなんとかなったよ。もっとも相手が酔っ払ってくると負けるのも難しくなってきて、何杯か飲んだけどね。罰ゲームとしての酒の強要よりもずっといいと思ったよ。日本人がロシアでほっとした話ですまん。